本社があるワールドフィナンシャルセンターメリル・リンチ日本証券が入居する日本橋一丁目ビルディングメリル・リンチは元米国三大投資銀行の一つで国際的に幅広く展開をしていた金融機関投資銀行業をはじめとし世界37カ国地域に展開していた現在ではバンクオブアメリカに救済買収されウェルスマネジメント部門は引き続きメリル・リンチとして 投資銀行部門は、バンクオブ、アメリカメリル・リンチの名で営業している。1914年1月6日に、チャールズ・ E ・メリルによって、チャールズ・ E ・メリル &CEO が設立され、ニューヨークのウォール街で営業を開始した。数ヶ月後に、メリルの友人のエドモンド・ C ・リンチが営業に参加し、1915年に、会社名が、メリル・リンチとなった。また、しばらくして新たに、 ウィンスロップ、H ・スミスも営業に参加した。その後、仲介用ネットワークの営業方式でメルルリンチは徐々に有名となり、1971年に株式を公開し、多国籍企業となる。プライムブローカー業務では世界一である。1978年に同族経営のホワイトウェルド &CEO を買収。1972年6月に東京に メリルリンチ証券会社東京支店が設立され、外国証券会社の証券業の免許を取得した。1998年には、旧山市証券の営業網の大半を引き継ぐ、形でメリルリンチ日本証券を設立、M&A 業務、プライムブローカー業務、トレーディング業務で収益を上げ、2006年5月には、三菱東京 UFJ 銀行、 三菱 UFJ 証券と合弁で三菱 UFJ メリルリンチ PB 証券を設立したが2012年末に合弁を解消し同社を三菱 UFJ グループに売却した1998年に l t c m の救済融資へ参加している2007年のサブプライムショックで驚愕の損失を計上し赤字に転落その後 スタンレー・オニール会長兼 CEO が同年10月に隕石辞任し NYSEU、e、ロネクストの CEO を務めたジョン・セインが同年12月1日付で新たな会長兼 CEO に就任した2008年9月15日事実上破綻したためバンクオブ・アメリカに1株29ドル総額500億ドルで救済買収されると発表2009年1月1日 バンクオブアメリカによる買収が完了し、社名をバンクオブアメリカメリルリンチに変更した。2018年1月9日、日本のメリルリンチ証券が午前七時三十一分マイナス三十二分の間に、東証に対し取引開始前の試験通信で通常の千倍以上のデータをご送信し、東証の四つの回線のうち一つの回線をダウンさせ、国内の複数の証券会社を 長時間取引停止に追い込んだ。2019年2月25日、バンクオブアメリカは投資銀行事業からメリル,ル・リンチの名を外してバンクオブ・アメリカ・セキュリティーズとすること、またメリルの名はウェルスマネジメント事業で残すことを発表した。アメリカ本国では従来型の店頭や電話での証券サービスを提供するメリル・リンチとネットを中心にセリフサービスを主体とする メリルウェッジの2つのブランドを対象顧客によって使い分けている。日本ではメリルリンチ日本証券の名で証券会社を経営している。かつてはリテール部門、ホールセール部門を要する総合証券会社だったが、リテール部門は三菱 UFJ、メリルリンチ PB 証券への分割売却により撤退しているため、2014年現在はホールセール専業となっている。 ありがとうございます。